2022年6月1日、アメリカ航空機動軍団エアーモビリティコマンド AMC は、運用中の空中給油機 KC-46A ペガサスにおける能力獲得 ICR 宣言を行ったよ。軍事力ランキング1位のアメリカもうかうかしてられないからね。どんどんいろんな方面で軍備を整えていく必要があることを自覚しているんだろうね。トップに甘んじない姿勢を続けることは大事だからな。そうだね。空中給油が可能な機種として、可変翼超音速戦略爆撃機 B-1B ランサー、早期警戒管制機 AWACS-E8 ジョイントスターズ、電子戦機 EC-130H コンパスコール、第5世代ステルス戦闘機 F-35B 垂直短距離離着陸型 C 艦載機型ライトニング2、空中給油輸送機 KC-10 エクステンダー、対戦哨戒機 P-8 ポセイドンの5機種が追加承認されたことを発表しているんだ。今回の追加によって、アメリカ軍が運用している軍用機のほとんどの機種への空中給油が可能となったことになるな。日本も負けてられないぜ。そういうこと。さて今回は航空自衛隊が導入中の KC-46A 空中給油機の給油可能機種が拡大したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。これまで KC-46 においては給油可能な機種が限られていたために、初期作戦能力 FOC の獲得が宣言されておらず、その運用が制限されていたんだけど、残る機種への対応拡大によって FOC 獲得への目処が立ったと見られているよ。KC-46A ペガサスはアメリカのボーイング社が開発した民間用旅客機 767-200ER 型機をベースに開発され、やはり同社の民間用旅客機707型機をベースとして開発され、老朽化が進む KC-135 ストラトタンカーの後継機種として、アメリカ空軍への導入が進められていて、日本の航空自衛隊でも6機の導入が決定されていて、鳥取県の航空自衛隊美保基地へ2022年2月24日に1号機が配備され、2024年度までに6機全機が納入され、第405飛行隊を編成して運用される予定となっていて、航空自衛隊においても現在主力機として運用している F-15J に加えて導入を進めている F-35A と F-35B への空中給油が可能となったことは大きなメリットになると見られているんだ。KC-46A の初言について教えて。KC-46A は全長 41.35m 全幅 39.88m 全高 12.7m 上縁3名で、大離陸重量は 146.285トン、搭載できる燃料量は最大で118,388リットルとされ、操縦席にはボーイング787型旅客機に搭載されたグラスコックピットが採用されており、地上での旋回半径は39メートルとされ、標準的な幅45メートルの滑走路で180度の旋回が可能となり、非常時には当初などの整備されていない中規模な空港での運用にも配慮された設計になっているよ。また、キャビンの床下には燃料タンクが増設されているが、このタンクには装甲がなされている上に被弾しても誘爆しないように常に不活性ガスで満たされているぜ。搭載されている空中給油装置は KC-10 のフライングブームを改良したもので、給油オペレーター席には 3D ディスプレイを採用した。新世代型の給油遠隔視認装置リモートビジョンシステム RVS が搭載されていて、この KC-46A セールスポイントとなっていたんだけど、この RVS に関して生じた不具合は、給油オペレーターによる目視で、夜間や太陽光反射時に視認しづらいトイ欠点が発生し、フライングブームによって給油対象機体の表面への擦過損傷を引き起こしていたんだ。そのため米軍は、機体の表面への傷がステルス性を大きく損ねる可能性があるとして第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2や F-22 ラプターなどのステルス機への KC-46 からの給油を禁止し、後方支援での運用に限定していたんだよね。この給油遠隔視認装置 RVS の不具合のみならず、飛行管理装置フライトマネージメントシステム FMS の不具合や燃料漏れなどが開発段階から発生しており、それらの問題解決の目処が立たないまま納期が2年余りも遅れていたものを、2019年にアメリカ空軍が欠陥への対策を継続しながらの受領を発表したんだけど、給油遠隔視認装置の改修などには最大でも4年かかるとされていたんだ。だけど、これらの改修費用をボーイング社が自社負担することで、空軍が導入開始に合意したとされているってわけ。KC-46A において、これまでに ICR 宣言が行われてきたのは、2019年7月9日にセンターラインドローグシステム CDS の承認と FA-18 スーパーホーネットへの空中給油から始まって、2021年8月5日に同じ KC-46A のフライングブームを用いての空中給油と、戦略爆撃機 B-52 ストラトフォートレス長距離輸送機 C-17 グローブマスター3への空中給油、2021年10月13日には日本でも運用している F-15 イーグルと F-16 ファイティングファルコンと、
さらに2021年12月6日に、極地制圧用攻撃機ガンシップ AC-130J ゴーストライダーへの空中給油が承認されているよ。そして2022年になって、2月にアメリカ空軍の第5世代主力戦闘機である F-35A 通常離着陸型ライトニング2と、F-22 ラプターと人員輸送救難機 C-130 ハーキュリーズが承認されて、今回の5機種への空中給油承認によって、アメリカ軍が運用する軍用機の 97% へ給油できることが認められたんだ。また、ARC では5月5日から6日にかけて KC-46A における24時間を超えるフライト継続を達成したことが発表されているみたい。24時間以上も飛行できるなんてすごいね。戦略の幅もぐんと広がるね。このチャレンジには6名のパイロットが2名ずつペアとなって、4時間交代のシフトで機内で休息を取りながら操縦を行い、その他にブームオペレーター3名と報道用のフォトジャーナリスト1名に、長時間飛行となるために乗員の健康チェックや不測の事態のために医師1名が乗り込んだよ。この長時間飛行中には別の KC-46A との間で、給油ポットの接続のみで実際には給油を行わないドライコンタクトが実施された後、実際に給油が行われたほか、アメリカ海兵隊の F-35B への空中給油を4機に対して実施、24時間を超えてアメリカ東海岸と西海岸を周遊しながら9000マイル約14,484km 以上を飛行して、AMC 史上最長の飛行時間を達成したんだ。チャレンジに関わった人たちにお疲れ様を言いたいね。KC-46A の空中給油方式は、フライングブーム式、プローブ&ドローグ式の2形式に対応しているんだけど、この3つの給油方式にはそれぞれ利点と欠点があるんだ。フライングブーム方式は、アメリカ空軍の要請を受けたボーイング社が開発した空中給油方式で、給油機のビブに設置されたブームを後方に長く伸ばし、給油オペレーターが操作して、給油を受ける受け油機のリセプタクルと呼ばれる燃料口に接続して給油を行う方式で、ブームの操作は先端に付けられた動力をオペレーターが遠隔操作して受油機のリセプタクルに接続させるものとなっているよ。フライングブーム式の利点はプローブ&ドローグ方式より多くの燃料を給油することが可能なことで、他の方式と比べて、時間あたりの給油量が多いことと、受油機側は給油機のブームが届く距離まで接近すれば、あとは給油機側のオペレーターがブームを操作して燃料口に接続するため、受油機のパイロットの操作が比較的平易で負担が少ないことも利点とされているね。その一方で、ブームの操作に熟練した人員が必要となり、それらに対応する装備を搭載するために空中給油専門に開発された航空機にしか搭載できないことや、ヘリコプターなどへの空中給油を行えないといった問題が欠点として挙げられているんだ。もう一つの空中給油方式であるプローブ&ドローグ方式は、イギリス航空業界のパイオニアであるアラン・コブハム氏によって考案されたもので、給油機が胴体後部や主翼に装着された増装タンクなどから給油ホースを垂らして飛行し、その先端に設置されたロート状のドローグと呼ばれるバスケットに対して、受油機に設置されたパイプ状のプローブと呼ばれる給油口を差し込んで給油を受けるという方式となっているよ。この方式は、装置が小規模でかつ簡便であることや、また給油機側にオペレーターが不要であることから、戦闘機や攻撃機などでも空中給油ポットを装着すれば給油機として転換できるメリットがあるね。しかしその一方、天候や気流の影響を受けやすい欠点があるとされているほか、受油機側がドローグの位置にプローブを合わせる必要があるために、パイロットにある程度以上の機体操縦技術が求められるんだ。さらに、時間あたりの給油量が比較的少ないということもデメリットも指摘されているな。この方式はアメリカ海軍では標準的に採用されているほか、北大西洋条約機構NATO加盟国や旧東側諸国などでもこのプローブ&ドローグ方式が用いられているよ。この3つの給油方式を兼ね備えた KC-46A は、世界に展開するアメリカ空軍において、その活動を助長することが期待されているほか、航空自衛隊においても当初の滑走路が破壊された際などに、戦闘機が本土基地まで帰還せずとも飛行継続が可能になるとして期待されているんだよね。それじゃあ今回はこの辺で。それじゃ次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学はショートバージョンだよ。それで内容は何なんだ？今日はね、パフェについてだよ。パフェだと？最高じゃねえか。食いつき方がすごいね。では解説していくよ。みんなは、パフェの語源を知っているかな？なんだろう。パフェに語源があったこと自体知らなかったよ。確かにな。言われてみたらどこからいつの間にパフェってできたんだろうな。パフェの語源はね、パーフェクトから来ているんだ。なるほどな。確かに、果物やアイスやお菓子なんかも乗ってて、最近のやつなんかもっと豪華だもんな。パーフェクトいい響きだね。美味しそうだよ。
名前だけで、パフェ想像してるよこいつ。それじゃ今日の動画は終わりだよ。